はい、こんにちは、浜田です。今日は大黒政宗の金城生酒 27BY のご紹介をしたいと思います。 27BY と申しますのは、醸造年度のことですね。日本酒の醸造年度は毎年6月に変わりますので、去年から一昨年にかけて、作られたお酒ということになります。まあ、いわゆる1年熟成ものですね。それでは早速試飲したいと思います。色はあんまりついてないですね。すごい透明な感じの色になっていると思いますね。濁りもないです。香りはですね、何ですかね、ちょっと熟成した感じ、ナッツの感じとか、熟れた、メロン、そういう感じの香りがしますね。すごいね、もうトロンとしたね、甘みがね、こう出てきてましてですね、でそれからシュッてこうしたこう酸味がありましてね、すごく美味しいです。まあ、こういうのはですね、熟成したお酒ならではですね、味わいですね。本当にうれうれの果実っていう感じです。大黒政宗吟醸生酒、これがうまいんですよ。